締め切り講座とかも出る人気講師なんですよ。川越シェフみたいな見た目で。そうなんですよ、川越シェフと古市さんね。8月3日の19時ですよね、はい、19時ということでスタート。1番手みたいな人がいるわけですね、はい、まあそうです。2番手3番手がバチバチみたいな感じですかね。これは本当にカットしてもらってはい、こんにちは、若原です。よろしくお願いいたします。科学ついに開講ですよ。元気よくやっていきましょう。よろしくお願いします。ここで始まりました森田チャンネルです。今回はですね、さあやってまいりました、ただ呼びの科学科コースです。ありがとうございます、若原です。よろしくお願いいたしま す。ついに、はい、始まりましたね。始まりましたね。明日重大発表しますよっていう動画をまだ見てないんでまだ見てないですけど、まあ、ついね発表ということになりました。ありがとうございます。ソーシャルディスタンスですね、これね。ディスタンスなんですよ。漫才師みたいになってますけど。どうもこんにちは。さあ若原先生ですけども、はい、現在は河合塾とか、そうですね、教えられているとか、チューブですもんね。そうなんです、所属はチューブなんですよ、はい、岐阜とか岡山じゃない、今日岡山岐阜岡崎岐阜、はいはい、とか岡崎でやってらっしゃる。なんと東海地もやってますね。あ、そうですね、なんと締め切り講座とかも出る人気講師なんですよ。いやー、ありがとうございますね。そういうことになってまして。ありがとうございます。いや、めっちゃちっちゃい教室とかじゃないですか、ね、そうなんです、5人ぐらいの教室で、ね、締め切りみたいな、締め切ってソーシャルディスタンシング3人みたいな。でも最近本当に、ね、結構離れてます。離れててね、そうだからあんまり生徒入れられなくて大変なんですけど。はい、ただ呼びはどうやって知ったんですか。僕が声かけに行ったりとかじゃなくて、はい、本当に応募してきた方ですからね。はいはい、そうですね、本当にインターネットで、あの時期ですよね、結構暇なコロコロってしてる時期に、はいはい、コロコロ、ね、コロコロ、ある意味そうだね、まあね、はい、あのインターネットでやっぱりね、はい、先生と、まあ、吉野先生との顔が出てこられまして、はい、わあ、こんな面白い予備校があるんだ、ネットで出てきた、どうやって出てきたんですか。ニュースになってました、ヤフーニュースに。ああ、ヤフーニュース、はいはい、いや、もうこれだなと、これならいけるぞみたいな。いやちょっと若干初めは真剣な思いはありましたけど、はい、もう半分ノリも含めてですけど、はい、よし頑張っちゃおうかなっていうぐらいで応募してくれた、はい、じゃあ、あのニュース役立ったんですね。いや、ものすごい役立ちました、経歴的にはどんな感じなんですか。経歴的には本当にもうずっと僕予備校の講師で、ずっとですね、はい、大学の最中から、まあ、塾の講師もやりながら、はいはいはい、もうそこからずっとなので、はい、年齢にしてはまあまあ長い方かなとは思いますね。そうなんですね。大学とか公表してるんですか。大学はい、公表します。名古屋市立大学という名刺大の薬学部出身です、ね、薬学部出身で、はい、そうなんです。ずっと科学には興味があったんですか。科学好きでしたね、ずっと好きで。実は高校時代一番得意だったのは科学なんですよ。やっぱり英語じゃないんですか。英語じゃないです。世の中のこう身近なものが化学物質として表せることが楽しいですよね、はい、あれも化学や、これも化学やって、学べば学ぶほど知っていけるっていうのは、そうね、すごい楽しくて、はい、声は大丈夫ですか。ところでガサガサですけどあれ、そんな関西のベテランの人みたいなんですか。いや屋敷高じんばりのガサガサ感がすごいですけど、この前の授業がね混んでましたね。今そうです、授業をこれね今取って、で新幹線で、ね、授業に行くんですもんね、この後ね。その通りです。この後声出なかったら大変ですけど、ね、できますよね。大学行きながらもう教えるのが好きだったわけです、はい、すごい好きでしたね。楽しかったです。もう人に何か伝えるのが楽しくて、はいはい、もうそれを仕事にするのが一番だなって思いましたね。そのまま行こうと、そうですね、学校の世界に。そうでした、はい、でも関西ですもんね。もともとは名古屋に住んでた時期もあったんですよ。名古屋の大学だったので、はいはい、その後関西に引っ越した。関 西, っして、はい、関西から中部で教えて、ただ呼び東京行って大変な。でも関西でもちょっとね、とかそうですね、関西でもやってすごい。ここからね、一気に有名階段、川越シェフみたいな見た目で。そうなんですよ、川越シェフと古市さんね。どっちからさ、そうだって LINE のアイコンが川越シェフなんだ。あれ最初本人かなと思って、あれどっかで見たことある人だなと思って友達の結婚式来ましたからね、克服で。そうだったんですね。全然受けませんでしたけど、受けなかったんね。ずっと科学、ずっと科学ですね、まあ、塾の時って理科とかね、理科でやってましたし、はい、通学とかもやってましたけど、はい、まあ、そこからもうずっと予備校の講師になってからは科学です、ね、採用試験とか受けたんですね。あ、もう全部科学です、はい。
予備校とか行ってたんですか？もう予備校も河合塾で、僕ずっと河合一筋でしたね。はい、すごい河合一筋でしたねって、もう一回ただ呼びで言うとね。ちょっとまずいですね。大丈夫です。全然大丈夫です。大丈夫ですか？全然大丈夫です。愛はあります。僕のチャンネルだから全然大丈夫です。なんか憧れた先生とかいたんですか？そうですね、もうね、いないよ。いや、いるんです。先輩、これ忖度した方がいいです。いや、全然言っちゃっていいですよ。いや、僕もね、本当に理系なんですけど、はい、社会が好きでね。お、そうだったね。そうなんですよ。浪人したんですけど、現役の時が日本史取ってて、はい、で日本史全然できなくて浪人して公民に変えたんですよ。現代社会に変えて、だいぶだいぶグッと下がりましたけど、はい、でも現代社会すごい、その先生、当時の先生が面白くて、はい、今でもいらっしゃるんですけど、はい、本当にその先生のおかげで僕現代社会グッと伸びて、はい、もうめちゃくちゃ尊敬ですね。面白い、楽しい、明るいし、分かりやすいし、はい、もうあの先生のようになれたらなと思って、今でもずっと思ってますね。ご本人にお伝えしたんですけど、受けてましたって言って、でも、はい、現代社会を教えようとは思わない。そうですね、科学ですね。え、じゃあ科学の先生とか憧れなかったんですか？いや、もうみんなですと。うっそー、そんなにいないです。選択肢がいない。科学の先生、最高な人いっぱいいますからね。チューブなんてもっといない。いやいや、います、います、先生今いらっしゃいます。これは本当にカットしてます。変な忘れてきた今。まあまあ一番って言うわけですね。まあそうですね、本当にでも可愛がっていただいてますね、一番手の方には。で、二番手、三番手がバチバチみたいな感じですかね。次の話題にすぐ分かっちゃいますけどね、誰が2番手か。ネットで調べたってすぐ分かっちゃいますもん。そうです、誰が1番で、ね、誰がこうなってるかってすぐ分かっちゃう。みんなこういうの好きですから。そうですね、皆さんお好きですからね。検索してみてください。あ、どうですか、でもブワーッと人気は出るのはどうだったの？まあ、初めてなかなか校舎もね、いけないので、まあ、少しずつだとは思いますけど、はい、まあ、でも人気が出てくれたら嬉しいなと思いながら、うん、頑張ってます。うまい言い回し。もう全部なぎ倒していきましたよ。いやいや、全然みんな大好きですから。僕博愛というのは僕のためになる言葉の。うそー、博愛って言いました、ね、いや違います、ね、愛です。危ない危ない。どっとしました今。一番下なんでね、本当に世代的に。あ、世代的に、ね、最悪の世代みたいな感じですか。ちょっと水飲んでいいですか。喉がね。でもやっぱり全国になりたいっていうのは、はい、やっぱりいろんな方々に、まあ、生徒さんにね、全国に伝えたいなと思って、そうですね、まあ、こうやって出れるのは嬉しいです。本当に嬉しいです。昨日総先生酔っ払って、俺はてっぺん取るんだ。そうですね、とばっちりじゃないですか。酔っ払ってうわーって言ってたから、昨日なんかみんなでねって言われてましたもんね。もともと総先生トップで、はいはいはい、そんで林先生抜かれたから、総先生、あの動画上がってましたもんね、抜かれた日って。そう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 、抜かれた日。昨日は俺がトップに立つんだっていうのを言ってた。やっぱりな、そういう目標がやっぱりあるわけですよね。まあ、そうですね、少しでもこう上にというか、まあ、みんなで知ってほしいなっていうのはね、ありますよね。亀田に負けんみたいなの。いや、もう大好きです、亀田先生。面白かったな。面白かったな。いや、面白いな、やっぱり亀田先生。面白かった、ね、過去の。いやいや、よく YouTube とか上がってくるので、ね、面白いなと思って。ハローゲンってね、ハローゲンね。そんな河原先生の授業の様子をちょこっとだけ見てもらいますから、はい、今から流れましたけど、いやいや、終わりじゃないっす。でエンディング、エンディングならないっす。止めるやん、絶対。あ、じゃあどうもじゃないやろうかな、今動いたらちょっとだけ。あ、授業やると思ってたの。そうそう、違う違う違う。あ、違う違う違う。あの、映像。あ、映像ね。そこで流れてるわけですね。第一項の様子をこう撮って。あ、ここで。はい、こんにちは。若原です。よろしくお願いいたします。科学、ついに開講ですよ。科学ってね、実は原子ありきの学問なんです。そう、原子という何か物質の、ね、構成単位、そういうものを決めて、そう、その原子ありきで、その原子が様々な反応をしたり変化をしたり、そういうことをするね、振る舞いを見て、世の中の様々な何か現象にこう落とし込めていく。いろんな現象っていうのは原子ありきで起こっているんだよってことを学ぶ学問、それが科学なんですよ。これ、まず今日は 1-01、原子の構造から見ていこうか。例えば、原子の構造って言われると、よくね、こんな感じの、図書かれたりするんですよ。ね、真ん中の部分には原子核っていうのがあって、その外側を電子がね、こうやってくるくるって回ってるようによく表現されます。このイメージは、2キロのダンベルと1円玉のサイズ感。おー、わかった？さあ来たよ。原子と元素。ね、なんか言葉って似てるって思うかもしれんけど、まあ、漢字違うけどな。うん。なんやろ、区別してみようか。黒板に行きますよ。じゃあ、元素と原子の区別をするときに、
配信はいつから？8月の3日になりましたね、はい、8月3日の19時ですよね、はい、19時ということでスタート。あ、7時なんですね。7時ですよね、はいはいはい、じゃあ19時から、はい、ただ曜日理系チャンネルの方 で、はい、まだまだね聞き足りない話は山ほどあるんですけども、はい、ね、みんな大どんな人なんだ誰なんだってこうやってやってると思うんですがまだ授業取らなきゃいけないのでそうですね、名残惜しいですけども、まあ、特徴としては結構やっぱ熱い感じの授業だっていうのは聞いてるんですけど、はい、そうですね、熱さはちょっとね画面越しだとこいつうるさいなと思うかもしれないんですけど、うん、その熱さもちょっと感じてもらいながらね、あとまあちょっと小ボケもかましながらやってますので気軽にね、気軽に見ていただけたらと思いますので、いよいよね、そうです、こういった形でね、若手のすごい人たちもやってきますので、若原ですかね、そう若原なんですよ、ぜひ期待しててください。あ、そうですね、はい、でただよびの理系チャンネルの方ではアイドルとの対談おなじみの、そうですね、もう笑い取りまくったんじゃないですか。いやいや、もうさっき見ましたけどシーンって言ってましたけど気使うぐらい静かにしてますじゃあ、ね、そっちの方も見ていただきたいと思います、はい、お願いします。チェックしてみてください。お願いします、はい、いやこれで、はい、いよいよ増えましたんで理系も5人になりましたんで、5人ですよね、はい、もう本当ねワンピースみたいに増えてくんじゃないのみたいに言われてますけどこういうのやらないといけませんね。ああ、これこうやってそうそう、ね、こうやって形でやっていきますのでぜひ期待しててください。はい、ここは、ね、ただ曜日理系チャンネル科学講師の岡原先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。